ボクシング WBA スーパー IBF 世界バンタム級チャンピオンの井上尚弥選手は、アメリカネバダ州ラスベガスのバージンホテルで、挑戦者の IBF 同級1位のマイケル・ダスマリナス選手を相手にタイトルを防衛し、3ラウンドで TKO 勝ちしました。井上選手にとって、ラスベガスでの試合は2回目ですが、2020年10月のジェイソン・モロニー戦では無観客だったのに対し、今回は有観客で開催。怪物は、素晴らしいパフォーマンスと結果で、聖地のファンに、その強さをアピールした。井上選手は、いい勝ち方ができましたと笑顔を見せた。ボディもしくは顔のどちらかで倒そうと準備してきました。今夜は、ボディで彼を倒すことができてよかったと笑顔を見せた。また、1ラウンド目の彼の出方を見て、早い段階で倒せる自信があった。と、試合後にひょうひょうと答えていました。一方、負けてしまったダスマリナス選手は、チャンピオンはとても強かった。彼のボディーブローは強かった。スリッピングなどで防御をしたが、全然間に合わなかった。衝撃が大きすぎて、息ができなかったと答え、チャンピオンの左ボディーで KO 負けをしたことを悪夢のように思い出していた。ダスマリナ選手は、トータルパッケージという点で、井上の方が優れていた。スピード、パワー、そして多彩な技を持っていて通用しなかった。と語った。試合の詳細。1ラウンド。開始早々、サウスポーのダスマリナス選手は右ジャブを伸ばす。開始1分強、井上選手の左フックが挑戦者の顔面をかすめ、ダスマリナス選手は足を使って逃げる。2分強、井上選手は挑戦者をロープに追い込み、右ストレートから左フックを打つ。1ラウンドから井上選手が主導権を握る。2ラウンド、立ち上がりから前に出てプレッシャーをかける井上選手。ダスマリナス選手は苦し紛れにパンチを繰り出すが、井上選手はそれをガード。1分50秒過ぎに、井上選手の左ボディへのワンツーで、ダスマリナス選手がダウン。再開後、井上選手は、パンチの連打で前に出る。ラウンド終盤、井上選手の左ボディブローで、再びダスマリナスの動きが止まったが、ゴングに救われた。3ラウンド、開始から、ワンツーでロープに飛ぶ井上選手、ダスマリナス選手は、30秒後に、井上選手のボディーブローを連打して耐える。1分半過ぎに、ワンツーの連打で出てくるダスマリナス選手だが、しっかりとガードされてしまう。2分20秒過ぎに、井上選手の強烈な左ボディーフックが決まり、ダスマリナ選手すがダウン。なんとか立ち上がったものの、井上選手の左ボディーブローが再びヒットし、ダスマリナス選手が倒れてしまい、レフェリーが試合を止め、3ラウンド TKO 勝ちとなった。この試合を観戦していた WBC 王者のノニト・ドネアは、メガネに白いベスト、オレンジのシャツを着て、井上に歩み寄り、コングラッチュレーション。君はとても強かったよ、と笑顔で祝福しました。井上選手の体を軽く叩いた後、しっかりと握手をして、お辞儀をした。わずか数秒の出来事だったが、二人の闘志を感じる場面だった。海外の SNS では、フィリピンのファンは再戦を見たがっている。再戦が待ち遠しいとの声が寄せられました。ノニトがカシメロを倒し、リゴンドーと井上にリベンジする。井上は4団体を統一するなどのコメントが寄せられている。また、ネット上でも、次のような反応があった。コロナでの試合の間が空いていましたが、まるで公開練習のように、あの試合を支配していました。バンタム級には戦える選手はもういません。パンチヒット率驚異の 65%、
試合前に予測した通りの完全勝利だった。次の試合はドネアとカシメロの勝者とやってほしいですね。楽しみにしているよ。あっという間の出来事でしたね。もっと見たいという気持ちはありましたが、でもそれは井上尚弥の強さがあってこそ。最高でした。お疲れ様でした。前回のマロニー戦もそうでしたが、ダスマリナスは1ラウンド目に手を合わせた瞬間に諦めてしまったと思った。目がひるんで腰が引けて戦意を喪失しているようだった。その時点で敗北確定していた。ドネアとの再戦が見たい。